ガラパゴスのスリは、長高高木高科のスリ族に分類される鳥類。エクアドル固有種種小名、ゴラッポゴンシスは、ガラパゴス産のノイ。全長55から56センチメートル。翼海長120センチメートル。オスよりもメスの方がやや大型になる。全身の羽衣は濃褐色。風切りは仮面やおば仮面は、灰褐色で、黒い横縞が入る。 口しは灰色で、先端が黒い。交際は褐色。口し規模を覆う肉質や甲子は炭鉱色。幼鳥は頭部から体下面、右腹下面が泡大褐色で、脳褐色の斑紋が入る。翼うわつらは脳褐色で、白や泡褐色の斑紋が入る。風切りは下面やおば下面は白く、黒褐色の細い横縞が入る。交際は泡褐色。 海岸から山地にかけての開けた環境に生息し、主に矢吹や低木が点在する溶岩地帯に生息する。渡りは行わない。植生は動物食で、哺乳類、鳥類、爬虫類、昆虫、動物の死骸などを食べる。繁殖形態は卵生。婚姻形態は、一切多フで、一羽のメスと最大七羽のオスからなる、群れを形成しすべてのオスが、メスと交尾する。 一方で、一歳タフで繁殖をしないメスも多く、ペアで繁殖する個体もいる。中年繁殖する。岩場や低木の木の枝に木の枝を組み合わせて草や木の葉、樹皮をシータスを作り、一回に1から3個の卵を産む。放卵期間は37から38日。ヒナは孵化してから50から60日で巣立つ。一歳タフの方が巣立つ個体の総数は多いが、 一夫一妻の方が一つの巣から巣立つ個体は多い。生後三年で生成熟する。入植者の増加、人為的に移入された野猫との競合などにより生息数は減少している。五つの島では絶滅し、ガラパゴス諸島全体でも繁殖地は約130カ所のみとされる。ありがとうございます。